ステージ名ということになりますけども、はい、さっきもね、鳥天応援団ということ
でご紹介したんですが、今日はこの大分トリビア鳥パクのイベント、鳥天応援団としても来ていただいております、はい、この後は鳥天応援ソングも踊っていただくんですけども、はい、まずね、この鳥天応援団っていうのはどういう活動をしているのか、ぜひ皆さんにご紹介してもらっていいですか。はい、はい、私たちは大分のイベントとか、うん、九州かな、うん、イベントにこの鳥天ソングを歌って皆さんに元気を届けて大分の鳥天を PR するという活動をしています。はい、大分以外でこのスキッチャ鳥天を歌ったことはありますね。ありますね。あ、はい、そう、大分のヤフードームさんで歌わせていただきました、はい、どんな反響がありました。なんか音がなんか広くて、そう、響いて、なんか鳥天、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 どっちに合わせていいか分からなくて、大きいね、ステージだったので、またちょっといつもと違うかもしれませんけど、県外の人にどんどんね、広めてほしいなとも思っています、はいはい。さて、でも皆さん今夏休み中ですよね。そうですね。夏休みはもうずっとスパティオの活動で忙しい。そうですね、結構毎日ライブとかいろいろあって。課題がやばい。そう、課題がやばい。課題がやばいんですよ。終わってない、大丈夫？終わってないです。終わった人おる？終わった人手挙げて。はい。あ、偉い。嘘つけ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 。僕中学生です。本当や、僕中学生です。終わってない人でももうあとちょっとで夏休み終わるから急がないと。そうですね、大変ですけどもね。でまだまだ活動もこちらも頑張っていただきたいと思っておりますが、はい、この後はね、もちろん鳥天応援団としてスキッチャ鳥天を披露していただきますが、あの先ほど見ていただいたという方、振り付けももう大丈夫という方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれないので、はいはい、どんなところに注目して聞いてほしいってあります？ぜひ PR してください。そうですね、私たち、あれですね、やっぱさっきも言ったけど振りが可愛いから、小さい子供とかでも一緒に、私たちと一緒に歌ってほしいです。うん、特に好きなところとかある？好きなパートとか。夢中。あ、夢中ね、これ可愛いですよね。うけ、ん、誰か嘘うけ、あれですよ、みんなどこが好きなの？そう、なんかあのさ、感想のさ、このところ、あのセリフが入るところとか、ね、あそこも素敵ですね。ぜひ皆さんそのあたりも注目してもらいながらご覧いただきたいと思いますが、ところでスパティオの皆さんは9月に東京に行くっていう初ライブ決定したそうですね。はい、そうなんです。イエーイ、おめでとうございます。東京と山梨県で、うん、私たちライブが決まったんですけど、はい、そう、本当にびっくりして、もうそれのね、9月のライブまでにもっと成長して頑張らないとなっていうことで、はい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 、9月21、22、23ということなんですけど、はい、これ東京でも切っちゃ取り店とかやってくれるのかな、どうなのかな、ちょっと期待したいなと思っているんですけど、ぜひね、大分代表として ね、そのあたりも PR してほしいなと思います。はい、はい、ということで取り店応援団としての活躍もさらに期待したいところですが、では早速ですけども、はい、はい、この取り店応援ソング、スキッチャ取り店を踊っていただきましょうか。よろしくお願いします、はい、では振り付けが分かる方ぜひご一緒にお願いいたします。さあ、それでは鳥天応援ソング、スキッチャ鳥天です。
はい、とりてね PR できたかな、はい、はい、はい、ということで次の曲で私たち2部のラストの曲になってしまうんですけど、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ、なんか今日大丈夫みんな、いや暑くてみんな大丈夫かな、はい、ということで聴いてください、スカイウォーカー。心臓、肺、アラ、心臓、貫通。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで私たちのリブのステージもラストになったんですけど、はい、さっきも言ったんですけど、私たちね、東京と山梨 3days でライブが決定したので、もっともっと私たち成長していけるようにこれからも頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは以上パティオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スパティオの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に可愛くて、そしてちょっと爽やかな、そんな風が吹いてきましたね。素敵なステージ見せてくれました。スパティオの皆さんでした。